自炊大校の二審判決が出ましたと、えー、著作権侵害であるとこれ何のことかわかるかなスキャン大校のことだねつまり、えー、本をなだろうなあのバサバサに切ってであのスキャンで読み込むというやつが配送したというふうなことなんだけどもまあ、俺の立場から言うなもう僕の個人的な立場から言うと。 えー、自炊大工が著作権侵害というそこまでして著作権守って何したいのバカじゃねえというのが僕の, <laughs> あの考え法律は守るべきで尊重すべきなんだけどもいい法律か悪い法律かというと著作権絡みの法律は大体悪いわなよくないよくないというのは何かというと社会の進歩、えー、文化の進歩著作権で守るべきなのは何かというと制作者の権利じゃないんだ文化なんだ。 だから、あの著作権法違反が文化を邪魔してるんだったらば明らかにそれは何だろううんと著作,権著作権違反が犯罪が文化の発展を邪魔してるんだったらそれは罰せなければいけないんだけどもそれが結果的に著作権法自体が文化を何だろう縛っちゃってるんだったらそれは著作権を変えなきゃいけないでも、まあ、そう変えるというのは議員さんの仕事だったりするから今のところこの番組では触れないようにするな。で えー、自炊大鼓というのは何かというと僕らが買ってる本あるわなでまあどんな本でもいいんだこんなただた単に何か大友商事秘蔵大百科というですねどうでもいい本を今ちょっと <laughs> 今出してみた今日多分これも語るだろうとでこういう本を買った時に僕らにはどこまでの権利があるのかというと私的複製の権利がある私的複製というのは何かというとこの本もすごいみたいに大好きだでも読んでたらボロボロになるかもしれないそうだコピー機でコピー取ろうと言ってコピーガーッと取るとこれ私的複製これは権利がある。 これれはもう認められてると。じゃあこれをスキャナーでスキャンして自分の iPad とかで読めるようにしようこれも全然 OK これも権利があるガーッとスキャンしてあの本をバラバラにしてもいいしその本をそのままでもいいからスキャナーで取ってやるとこれも指的複製だから権利があるとじゃあそれを代行業者に頼むだって自分で本バラバラにしてさスキャナーで読むの大変じゃんそれを代行業者に頼むというのはどうかこれに関しては著作権違法であるというような、うん えー、二審判決だな一審で有罪が出て二審でもやっぱり有罪が出てしまったで、さあ、これはどう考えるかと。さっきまで言ったのは僕のなんか皮膚感覚みたいなあそんなもんろくな法律じゃねえやって思ってんだけどもここから先はビジネスの話つまりいいか悪いかじゃなくてあとで出てくる「インベスター Z」だな今週後の、えー「コミックモーニング」の「インベスター Z の、ね」のテーマでやってる、えー、善悪ではなく損得で考えようという話で話してみるな。孫徳で考えると、著作権…あのなんか あのね、自炊代行を著作権違法としたのは明らかに国益に反してるんだよな、ね、んでかっていうとじゃあどうなっちゃうのかというと自炊やりたい人つまり自炊ってさ1冊の本を買ってこれだったらいくらだ1,400円するわけだ1,400円買ってさらにそれを手間かけて。 本をバラバラにしてスキャナーで読んで自分のアイパッドとかで読めるようにするわけだろう。つまり一冊の本に千四百円プラス何百円とか千円ぐらいのコストをかけてくれる人なわけだよな。そういう人のかけてくれるお金とかそういうものを外国へ持っていっちゃうことになるんだよ。これ日本では著作権法違反の判例が出ちゃったんだけども、簡単なことでこんなもん中国でやればいいだけだよね。中国にいっぱいスキャナー用意しといて日本の本の置いといて。 で、で日本で本買うよねで。それを中国に送るでもいいしアマゾンでクリックした瞬間にアマゾンの輸送先に中国の自炊業者っていうのを選択したら中国で自炊してそのデータだけ日本の本人に転送してるとこれは完全に私的複製の範囲内だしじゃあその自炊代行という部分が有罪かどうかっていうのはこれ中国の法律に載っちゃうことになっちゃう。 などうなるのかっていうといやそれだったら中国で大きいビジネスチャンスができてしまってで日本のビジネスチャンスを失うということだけなんだよね。日本人っていうのはただ単に日本の,その法律のやってる人たちっていうのは日本でそれを中止したら自炊代行っていうグレ,ーグレーだったものがもう今違法ということになったんだ。違法なものは取り締まれると思ってるんだけどもそうじゃなくてこんなデータのやり取りなんかさどの国で,関係でも関係ないんだから。で、この本だったら自炊一冊。 円円とか 2, 円出す人が年間どれぐらいいるのかと。年間100万人いたらもうそれだけで10億円の産業なわけだよ。その10億円の産業っていうのを日本の国の会社に落とさずに自炊代行っていうのを一生懸命やって自分たちの本の複製っていうのをやらしてる人に行かずに中国のスキャンでバーッと読む業者にやらしてるからこれってね損得で考えたら明らかに損な判例だと思うんだよね。で自炊代行を禁止したからといって自炊を止める方法はないし。 もしそうなんだったら著作権の大元である私的伏線まで禁止すべきなんだよな。本当にこにそんなことをやりたいんだった。でも、そんんななな。ことをだろうな いくらなんでもさベルヌ条約でもあのあの概念に反してるからさできるはずがないんだよ。そういうことは私的複製というのを認めた瞬間にどのような手段でも OK だしさ例えばこの私的複製が大工が駄目だと言われたらじゃあうちは機械だけ用意しますよってあなたが来てバイトをその場で自分で雇ってくださいで自分でや雇って自分でや,ってやらせてくださいになっちゃったらまたこれがこグレーゾーンになるしで、今コメントで出た通り 何よよりかによりこれ電子書籍のの普及っていうのをまた邪魔するんだよね。結局電子書籍やるときにこの本を売ります電子版でいくらになりますっていう価格がやっぱりその何だろうな日本ってよその国に比べて電子書籍の価格は高かったりするんだけどさこの問題点もうやっぱ解決されないままになっちゃう。でただ一つ言えるのは一つ法律で違反だというふうに決めたらそれを取り締まれるんじゃなくて。 そこにニーズがある限りその産業は外国に逃げてしまうという損得の問題で考えるとこういうことになる。